私のことかな、えへ、私のことかな、えへ、どっから声出してんだこいつ。ということで解説やっていきます。現在がですね、デパートアンチなんですけれども、まあ耐久勝負といった感じですね。でこういうアンチって、その大体の敵って1階に集まるんですよ。なので本当に1階っていうのは危険なので、なるべくは1階じゃなくて2階3階4階のどっかにいるようにしましょう。一番理想は屋上なんですけど、屋上はその確実に1人は敵がいるため、その絶対に接敵をしてはいけないというリスクもある上に、その下から上に上がるのって不利なんですよ、どちらかというと。なので屋上は避けて、まあその回復がたくさんあって接敵したくないっていう人は2階3階4階のどっかにいることをお勧めしますね。はい、確実に接敵はしづらいですね。1階にいると本当に接敵が多くなってしまうので、1階だけは絶対にいないようにしましょう。ただ回復が少ないっていう人はやはりその回復も必要なので、そういう時はその1階の敵を倒してからその2階や3階や4階に移動するようにしましょう。そして、まあ、暇なのでちょっとエモートをしているんですけど、あ、ではなぜその1階に敵が多いのかっていうのを説明すると、例えば包帯アンチの時にデパートがその中心になりましたよと。ただまあそこから外れる可能性って全然あるんですよ。なのでそのなるべくそのまだデパートに突っ込まないで車を残そうっていう考えの人が多いんですよ。ただその止血アンチの時にさらにデパートが思い切られてしまうと、やはりもう車を残す必要なくて、みんながデパートに突っ込んでくるんですよ。なのでそのせいで1階が密集するんですよね。なのでこういう時はもう高単価の時からそのデパート側にその真ん中に入っている場合は、もうなるべく早くデパートに行って、そしてすぐに階段を上がって、まあ、2階や3階や4階に待機した方が絶対に安定しますね。ただ回復が少ないっていう人はその階段でガン待ちした方が一番有効だと思いますね。やはりその敵もその階段上がってくる敵もいると思うので、そこでガンマチをして倒して回復を奪うっていうのが一番理想ですね。そして残り収縮が5秒と、で上限までドリンクを飲んで、ここから耐久勝負でございます。いや負けるんかい。まあ、やはり2位というものは後味が悪いので、もう1試合解説していこうと思います。ちなみにこの試合は優勝しました。それで現在止血耐久したアンチに入っていて、まあ、そのアンチの、ね、中心に車止めて1回回復していくと。でそして地形波を破するために、まあ、車を回します。で今回なかなか開けているので地形が、ただそのなるべく早めに車を止めたところを運転するので、やはりここは早めに車を止めていきたいが、なかなか定まらない。ただ現在敵もね、なかなかポジションする場所が決めていなくて、まあ大体の敵は回してるので、そういう時は自分もヘイトを全然食らわないので回して大丈夫です。ただ敵もそのポジ取りを決め始めるとやはりヘイト変わりてしまうので、まあそこはいいタイミングを見つけて投入しましょう。そして私はこのポジションに車を飛ばしてると。この場所はですね、まあその後ろのまあ120、135の方向はその結構距離があったので、まあ一応車は割れないだろうと思って止めたんですけど、ただ正面の15、30の敵は思いっきり車線が通ってるんですよね。なので今回は地獄を抱いて絶対に場所確保にしました。ただ相手も地獄をしてたんですよ。なぜかっていうと相手もその自分の方向から車線はめっちゃ通ってるってことは分かっているので、自分の車が車線通ってても絶対に撃てないんですよ。なぜかっていうと
撃ったところでその自分からも車線が通っているので相手も車が割れてしまうし自分も車が割れてしまうのでお互いが足の引っ張り合いになってしまうんですよ。なのでここは今回はね相手も、ね、頭良かったので自分の車も割らないって言った感じですね。そしてなんとか終止まで耐えていくと先ほども言った通り今回は地形が開けている場所だったので一旦その止血を入れてでその次に肥料箱を入れてアンチ入りするって感じですね。こうやってすぐにアンチ入りをしてしまうとやはりその徒歩勢もいるので車がね撃たれてしまう可能性が高いということで今回はしっかりと止血と肥料箱を入れてアンチ入りに入っていきます。でやはりこういう風に設定を起こってしまって残り3人と、まあ、残り3人の場合は基本的に先止めを通すんですよね。そしてしっかりと三角関係を築いていくと。でここは一回その状況を確認しつつで割れる車は割った方がいいですね。なるべくその敵に好きなことをさせたくないので車は絶対に割るようにしましょう。ただ困ってくるとやはりその突っ込むっていうことがないので大体は耐久勝負になるんですけどこうやって敵は倒すんですよ。なのでその時に、まあ、自分もダメージ与えたのでここは一気に食らうんですけどしっかりと最後は決めると。ということでご視聴ありがとうございました。バイバイ。